はいや。はい、ということで、はい、5日目ですね。はい、今日で終わると思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。ということで、結構最近か前かわかんないですけど、超絶パズドラウェハースっていうのが出たじゃないですか。それを買いたくてですね、すぐ近くに、コンビニがあるんで、そこのコンビニにね、買いに行こうって思ったら、売ってなくて、なんで、まあ、今日ちょっと遠出して買ってこようかなって思います。ということで、やっていきましょう。まあね、てかもう、学校やら何やらすげえ忙しいんですよ、本当。とか、忙しかったんですよ。はい、ということで、まず1階だね。1階だねとかさ、もう毎回やってるから分かるだろうって話なんだけど、ちょっとでかい気がする。こんなもんか。はい、ということでね。はい。まあ、プラスがバコバコ落ちるんでね。はい、やっていきましょう。ということで、はい、2階ですね。正直言って慣れたらさ、最初のうちより速くなった気がするんですよ、その周回の速度が。なんで、最初は1時間に8周ぐらいしかできてなかったんですけど、まあ毎回1時間にまあ10周ぐらいはできるようになりましたね。まあ慣れっていうものはね、まあ結構怖いもんですよ。はい、ということでやっていきましょう。やっていきましょうおじさんですね。はい、もうやっていきましょうおじさんだわ、ほんと。やっていきましょうしか言えねえ。やっていきましょうおじさんだわ。はい、ということで、まあ、ということでおじさんでもあるわ。ということでおじさんでもあり、やっていきましょうおじさんでもあるわ。まあ、何言ってるかわかんないけどね。はい。まあ、正直言ってというか、まあ、見てくれたらわかると思うんですけど、トーク力ないんで。はい、実況者のくせにトーク力ねえんかって、実況すんなよって思う人もいるかもしれないんですけど、まあこれからですよ。これからね、トーク力がこの実況を投稿することによって鍛えられる、そういうメリットがあるからこそね、頑張っていけるっていうことにならないわ。そういうメリットもあるから、そんなにまあまあまあやっていけるというかね、頑張れるというか、そういう感じになりますよ。はい、そう。あ、なんか、ゴキブリのさ、話でさ、あ、ゴキブリ嫌い方は悪いですけど、人間はさ、平均、なんだったっけ？平均、寝てる間に平均、3匹ぐらい食ってるって言うじゃないですか。あれ絶対嘘だよね。でも嘘に決まってんじゃん。だってさ、まあ、何？何言ってんだ。ゴキブリがさ、粉状で口に入るならまだわかんないかもしれないけど、ちょっとずつね、平均その、合計して3体分ってことでさ、でも、まんま食ってんだったら、寝てる間、うんってなるはずじゃん？え、だってあんなさ、虫が入ってきてさ、反応しないって絶対いないっしょ。だから、ちょっと何？それを言い始めた人アホだよね、ほんと。だってどっからどう考えても食わねえもん。だって食ったらさ、まあうんってなるじゃん、絶対なるじゃん。俺なってねえし、いや、なってねえからってことで、はい、あれはちょっと嘘かなって思うっていう話ですね。はい、てかどっから見ても嘘じゃねえ、嘘でしょ。だってさ、ゴキブリ 3匹食うって、てか、もしそれが本当だったら心が持たねえわ。本当。てか、ゴキブリって、まあ正直言って気持ち悪いですよね。まあ正直あのツヤがクワガタとかにあったらかっこいいってなるけど、ゴキブリっていう存在だけでも、おー気持ち悪いってなるんですよ。わかりますか？まあ結局気持ち悪いんですけどね。はい、ということで。はい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 って感じですね。はい、もうそう、
まあもう宿題は終わったんだけど、夏休みの宿題がね、やべえ終わってないってなって、しかも登校日だったんでっていう感じだったんだよ。そうなんでね、あんまり動画投稿がきちんとできてなくてすいません、ね、はい、ごめんなさい。ということでやっていこうかなって感じですね。っていうのもおかしいか。3、4、5、あ、よかった、もう一個。よっしゃー、落ち込む実力のうちだ。そうか、言うけど結局運だからね。はい、現実を言いましょう、現実を見ていきましょう。はい、コンボ吸収があるのがだるいんだよね、ここ。はい、あー、ここに火揃えたかった。あ、これは微妙だからあんま嬉しくない攻撃だな、これ。次に倒そう、痛い。よし、次に倒そう。はい、まあ安定のクソコンボですけど、はい、まあね、僕のパズルを見て、あ、うまって思う人なんてどこにもいないんで、はい、自覚しております。え、ということでベルダンディ使おうかな。あの究極進化のさ、アンケートあったじゃないですか。あれ何に入れましたか。あの、自分ティフォンに入れたんですけど、確かティフォンに入れたんですけど、あの、まあ、正直、ベルダンディとかでもいいんですけど、そんなに、なんて言いますか。正直、自分的には微妙なんですよ。ですよ。まあ、ですよみたいになってるけど、そう、正直、自分的には微妙なんですよね。まあ、瀬戸どっちかな。まあ、瀬戸とかも強くなってほしいっていうのもあるんですけどね。自分逆にじゃねえよ。全然逆にじゃねえよ。持ってないんで。まず別に究極進化したところでガチャ引かないと使えないんですよ。なんで、セト強いのは知ってるんですけどね。まあ、持ってないって話ですよ。はーい、ということで、今日で終わります。完結しますよ、今日で。はい、お楽しみ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。